アンティル諸島アンティル諸島は中央アメリカに位置し西インド諸島の主要部を構成する諸島。フロリダ南方から南米大陸近海まで 3200km に渡り延びカリブ海を大西洋、メキシコ湾から分けている。アンティルはアンティリアの複数型でヨーロッパ中世の地図に描かれた空想上の列島である。カナリア諸島とアジアの間にあるとされた。 アンチリアは古いラテン語のアンテとインズラの合成語で前の島という意味である。いくつかの言語ではカリブ海のことをアンティル海とも呼ぶ。大アンティル諸島小アンティル諸島バハマ諸島などと共に西インド諸島を構成する。アンティル諸島は西北部の大きな島々からなる大アンティル諸島と東南部の小さな島々からなる小アンティル諸島に区分される。 小アンティル諸島はさらにリーワード諸島とウィンドワード諸島に区分される。ウィンドワード、リーワードとはそれぞれ英語で風上、風下という意味であるが、英語圏とその他の欧米言語圏では、風上、風下について指す範囲が異なるため注意が必要である。大航海時代以降、大アンティル諸島はスペイン、小アンティル諸島はオランダやフランス、イギリスに征服された。 その後彼らの持ち込んだ薬病により、先住民は絶滅したため、今の住民は入植者とその奴隷、移民の子孫である。アメリカ合衆国フロリダ半島バハマキューバメキシコ、ベリーズジャマイカハイチドミニカ共和国プエルトリコ、ホンジュラスニカラグアコスタリカパナマコロンビアベネズエラ、タークスカイコス諸島、イナグア島コスメル青年の島ケイマン諸島、イスラスデラバイア県、 ミスキート諸島サンアンドレスイプロビデンシア、健康ン,ン諸島アルバキュラソーボネール島ベネズエラ連邦、保護領マルガリータ島、バージン諸島、セントクリストファーネービスアンギラセントマーチン、島アンティグアバーブーダグアドループドミニカ国マルティニーク、セントルシアバルバドスセントビンセントグレナディーングレナダ、トバゴ島ト,トリニダードトバゴモントセラト北西端から、時計回りに述べる。ありがとうございます。